5月28日、万の巣公園多目的広場で第10回市長杯ペタンク大会が開催されました。参加したのは坂出市内の老人会でペタンクを楽しんでいる67チームおよそ280人です。この大会は日頃の運動不足の解消や参加者同士の交流を目的に毎年開催されています。参加した皆さんは声を掛け合いながら和気あいあいとペタンクを楽しんでいました。暑いです。はい、試合の結果とか番外が勝ち進んでいっきょんです。毎年参加されてるんですか？そうですね、毎年参加してます。楽しかったですか？楽しいです。暑いけど楽しいです。はい、今回ね、坂出市長杯はちょうど10回目になります。1回目から、市の方と打ち合わせしまして、お年寄りの健康寿命を延ばすのが第一の目的です。それと、日頃お部屋の中ばっかりでいらっしゃいますよね、お年寄りは。だから外で、しっかり運動できるのが目的で行っております。次回もね、ちょうど11回目になるんで、ぜひ次回はマスクなしで、大勢の方に、多分80、90ぐらい来る可能性も出てきます。はい、頑張っております。よろしくお願いします。大会の結果はご覧の通りになりました。1グループ優勝は中央自陣 Z、 2グループ優勝は大越 C、3位グループ優勝は東部久米西 D です。参加された皆さん、お疲れ様でした。